はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。リョウジンと申します。デスティニー、クルシブル、やっていきましょうか。さあ、まあね、またしてもね、もうずっと同じ武器ばっかり使ってるんですけどね、まあ、クルシブルで役に立つ、まあ、結構相場で言う、信玄 E というものだったりとか、まあ、あとはそうですね、ショットガンで言うと、まあ、いろいろありますけども、まあ、スナイパーライフルはもう僕、もともと使えないんで、まあ、まあ、なんだかんだ言って、オートライフルに戻るんですけど。まあ、使えるオートライフルがないんですよね。そう。なんで、ずっと同じ武器を使ってます。これぐらいじゃないと、ちょっと辛いかなというものがありましてね。ちょっとシャドウプライスぐらいじゃないと辛いかな、みたいな、あるからね。トワイライトギャップ。このマップもね、決して、いいマップなん、決して悪いマップではないんですけど、自分は苦手かなぁ、ここ。はい。またしても僕が旗ですね。キン。いいね。輝くモヒカン。さすがタイタン。こう見えて女性です。さあ行きましょう。戦いの時だ、ガーディアン。さあ、A 旗取って。なんか弱体化されたみたいですね、ショルダーチャージがね。ほんともったいない。もっと強くなってもいいのに。それじゃあ鬼畜かなっていうことでしょうね、きっとね。フォロービューティーみたいに壁抜きみたいな感じですね。抜いてますけど。いや、抜きたい抜きたい抜きたい。よし。この A と C の最初の直線勝負がね、おもろいんですよね、ここ。左から撃たれてんな、これ。来いよ。あー、同士打ち。まあでも、ダメか。2人入ったか。同士打ちはダメだね。勝たないと。もうちょっと死に粘れたらよかったね。この直線勝負したいな。来いや。いや、左流れた。臭いけど。右に打ったな。エリア B を制圧。わわわわ。あーっと、角度完璧だね。見られてたね。よし、次。次行こう。ここやっぱ C が楽なのかな。いや、そうでもないはずよ。多分 A で楽だと思うんだけど、どうなんでしょうね。みんなで A 守って、みんなで B 守る感じがいいですね。B 入ってるくせえな、これが。リードしてるぞ。いや、近かったなぁ。いや、見えてなかったですね。いつも通りのクオリティを出してますね。今もうそろそろここで、ハボックフィストが使えるはずなんですけど。エリア B、ロスト。B よ、これが。耐えてる？もしかしてフラグを。痛い。フラグ耐えてましたよね、今ね。当たってなかったのかな、しかも。いや、わからん。ちょっとよくわかんないけど、まあ、頑張ろう。さあ、敵をカットしていくとこから始めましょう。よし、OK。このセンターあたり、ここ取れたらいいですよね。ここ取れたら楽ですよね、マジで。降りたかな？来るのかな？エリア B、確保。下にいるな、絶対に下にいるな、これ。違う、いたか。いや、おった。ちょ、リロードしちゃったね、今。当たらないんだよ。ウォーロックの近接距離維持してるんだよ。当たらない距離よな。リードを奪った。とか言って。はい。あともう一発。よし。ショットガンだと思ったか。切り替えもできるんだよ。コールビューティーだと、ああいうのはできないけどね。よしよし。なんとか確保しつつ。敵撃つんねえかな。おった。ちょっと当たってくれよ。よし。おっと、ここはヘビーウェポン来たぞ。よし。耐えたな、多分。死んでない。あ、生きてる。あ、オッケー。このギャラルホルムが火を吹く時が来るでしょう。A 入ってんのが、C 取るか。このギャラルは、クラスター爆弾付きでしてね、爆発した場所から誘導式のヘルストームミサイルが飛んでくるという感じで想像してもらって構いません。めちゃくちゃ強いね。これを B に。
打ち込むためにはダッシュで行ってそこの角度から打ち込む。どうだ。いやートイプキュー、これですよこれ。やはりギャラルホルンは強いな。復活が遅い。あれですね、クラスター爆弾が使えるっていうのが非常にでかい利点ですね。死なない。おい、ウィンチェスターだったら倒してるぞ、あれ。X キャスター、ARC とか、なんかよくわからない武器がどんどん追加されてますね。レジェンダリーなんでしょうか、それとも、レアなのかってとこですけど。ショットガンに甘えすぎてもダメですね。これはよくわかった。いいね、ね、ログが止まらないね。わっ、なになに、なんの効果。あー、ドームか、あれ。ドームか、あれ、強えな。食らってみて、やっとわかることってありますよね、やっぱり。そう、何が強いのかって、いまいち分かってなかったりとかしてね、あるよね、たまに。そう。エリア C、ロスト。まあ、C は取らせないと。エリア A、制圧だ。まあ、C 確保して、まあ、B 行ってるか。あー、まあ、B のためにハボクフィスト取っときゃよかったかな。じゃ使うタイミングがいまいち分かんないですよね、ほんと。まとめて使いたいんですけどね。エリア B、ロスト。まあ、旗取られたくない時とかに使えばいいだろうけど。エリア A をロスト。いるでしょ、あなた。硬い。よし。オッケー。なんかちょっとラグで硬かったですけど、まあ、なんとかなるでしょう。なんとかなった。いやー、完璧バッチリヘッショじゃないか、あなた。完璧ヘッショに全部当ててきやがったな。びっくりしたぞ、今。きっちり当ててきよる。C 入ってんのが。エリア C、ロスト。ちょ。使い方がうまいな。俺が使うとね、かするんですよね。当たんないんですよね、なぜか。使うタイミングが難しいんですよね、ショルダーチャージマジで。ヘビーウェポン弾はもうすぐだ。エリア B、ロスト。痛いけど、まあ、効果は切れたから、C は取れる。よし。エリア B を奪われた。ちょっと2旗取られて、非常に気まずいですね。これ、逆転負けあるで。制圧だ。リロードして。逃げた。逃げ方がうまいよね。しかしそこは俺が、ああそう、気まずい。ヘビーウェポン取られちゃったなぁ。で、逃げて、サック姿見せつつ、ヘッショで倒せない。あれおかしい。俺の台本ではあれ倒せたんですけどね。おかしい。ちょっと待って、差が結構、あれだな、埋まってきてるな。キルされまくってるか、からかな。よくないなぁ。ちょっと、見たいな。あー、マジか。勝てなかったか、今の。名前がかっこいい武器多いですね。ジャッジメントとかね。結構増えてきましたね。ちょっとキルしないとやばいな、これ。エリア C、ロスト。よし。ここは申し訳ないけど、勝たせてもらう。あらー、後ろいたのね、あなた。エナジードレインっていうのはもう強いですよね、ウォーロックね。うわ、やってますか。しょうがないかな、今回は。くそ。難しいな、やっぱり。こう、なんか加算、どんどんキルされていくと、ポイントの差が開いていくからね、辛いよね。では、ご視聴お疲れ様でした。また会いましょう。